船瀬俊介先生、宇都宮悟先生、血液の闇第9章、吸血ビジネスの大崩壊が始まった。船瀬俊介、関東の犬の教訓。近代医学を支配するロックフェラー財閥。特にロックフェラー財閥は近代医学を根底から支配してきた。健康は全ての人々に関心のあるテーマである。しかし薬を販売したり医療行為を行うのは営利を目的とした企業や病院である。医療の分野の本当の危機、すなわち世界規模の陰謀がこの領域に侵食していることが明らかになった。これは世界的ジャーナリストユースタス・マリンズ氏の告発である。陰謀の目的は人々の健康を計画的に非常に低いレベルに低下させることにある。大衆を不健康にし病人を大量に作り出せば医薬品も売れ病院も莫大な利益を上げることができる。この陰謀は単に金銭的な利益を増大させるだけでは満足しないが、それでも故意に人々の健康を悪化させて得た利益は今や1兆ドルにも達している。まるで家畜である。そう、まさに彼らの究極目的は人類の家畜化なのである。彼らにとって最も重要なのは悪質にも健康問題を利用して国際政治上の野望、すなわち最終的に世界中の人々を冷酷な新世界秩序に服従させることである。国際医療マフィアのすべて。医療殺戮は彼ら国際的な製薬トラストと医療独占体制、メディカルモノポリの悪意を完膚なきまでに暴いている。ロックフェラー一族は薬を信用しない。ここで皮肉なエピソードを一つ付け足さなければいけない。ロックフェラー一族の暮らしぶりが明らかになっている。彼らは医薬品を一切信用せず、薬は絶対に飲まない。近代医学の医者たちを一切近づけない。なんと彼らの主治医はホメオパシーの専門医たちなのだ。人類に投与して暴利を上げた医薬品を一切拒絶、そして医者も信用しない。電圧してきた代替療法を一族は受け入れている。つまり彼らは人類という家畜の飼い主なのだ。家畜に施す措置を飼い主が受け入れるわけにはいかない。もちろん飼い主たちは輸血を受けることもないだろう。血液製剤なども爪で弾き飛ばす。それが無効かと危険で極まりないことをとっくに知っている。ではなぜ有害無益な輸血血液製剤を世界中にアロパシー近代医学として普及させたのか。それは家畜用に開発させた医療技術だからだ。つまり病気を増産し自分たちの構築した医療産業に距離をもたらすためである。9割の医療は慢性病に無力だ。マリンズ氏が尊敬してやまない一人の医師がいる。ロバート S. メンデルソン博士。個人だが今でもアメリカで最も誠実な医者として称えられている。博士は医療独占体制に反対し忌憚のない発言をしてきた数少ない医師の一人とマリンズ氏は称賛する。メンデルソン博士は救命医療を除く9割の医療は慢性病に全く無力であると断言。それは患者を治すどころか悪化させ死なせている。そしてこう言い切るのだ。地上から医療の9割が消えれば人々はより健康な人生を送れるだろう。それは私の信念である。死の教会の4つの毒水。メンデルソン博士は病院という主会の死神の教会には4つの聖水が捧げられるという。もともと聖水とは教会で信者たちにまかれる清めの水だ。しかし死の教会でまかれるのは毒水だ。それは1予防接種、2復活添加物、復活物添加水、3輸血点滴、4硝酸銀である。全く進歩していない輸血の基本思想。1600年代にようやく心臓によって血液は全身を巡っているという血液循環が発見されている。さらに動物解剖学で出血すれば循環血液量が減り死亡すると結論付けられた。それは輸血による救命の可能性に至っている。この考えは現代医学の輸血論にそのまま引き継がれている。つまり輸血の基本思想は400年間全く進歩していないのだ。血液代用の生理食塩水の発明。血液型の発見で型が合えば安全だ。近代医学は野戦病院の医学。世界の医学界を輸血に駆り立てたのは戦争である。第一次大戦、続出する負傷兵たちに輸血が大量に行われたのだ。しかし血液はすぐに凝固する仕組みがあった。しかし抗凝固剤クエン酸ナトリウムが開発され血液の保存と戦場への運搬が可能になった。それはまさに奇跡と捉えられた。ロックフェラー研究所と輸血利権。何しろ同財閥は19世紀から世界医療の独占体制を築くため日夜奮闘してきたのだ。血液型発見という輸血ビジ血液ビジネスにとっての証拠。彼らが目をつけた相手がラントシュタイナーだ。その血液型発見はロックフェラー医療独占体制が狙う血液ビジネスにとって証拠だった。ロックフェラー財閥は医学教育を支配するためまずロックフェラー研究所を設立。世界の有望な研究者を迎え入れ厚遇した。有望とは言うまでもなく彼らの利権にとってという意味である。かの野口英世もロックフェラーに目をつけられ研究所に招聘されている。同様にラントシュタイナーも招かれている。
1930年、彼が血液型の発見により、ノーベル医学賞を受賞していることに注目。それはまさにロックフェラー財閥のお膳立てであろう。ロックフェラー研究所は後にロックフェラー大学に改められ、数多くのノーベル賞受賞者を輩出している。愛国者を利用して稼ぐ。彼らの血液ビジネス独占は、着々と進められた。1936年、シカゴに世界初の血液銀行が設立された。銀行、バンクという名に着目してほしい。まさにロックフェラー財閥は血液を莫大な利益を生む通貨とみなした。この後、第二次大戦が勃発。数多くの血液銀行が世界中に設立され、保存血液が大量に戦場に供給された。こうしてブラッドビジネスはロックフェラー財閥に共闘する利益をもたらした。驚くほど倒れると書いて共闘ですね。第二次大戦は血液ビジネスにとって目のくらむ無限の市場となった。血液需要は沸騰し、大衆も高揚した。今すぐ輸血。あなたの血が彼らを救う。戦意高揚も兼ねた輸血推進ポスターが街中に溢れた。加熱したスローガンの効果か、第二次大戦中にアメリカでは1300万単位の輸血が、献血が行われた。ロンドンでも推定26万リットルの輸血用の血液が集荷され、戦場に送り出された。献血キャンペーンは愛国キャンペーンと重なり、熱に浮かされたような輸血ブームが巻き起こった。それらは陰で操るロックフェラー財閥に巨万の富をもたらした。彼らは武器ビジネスで稼ぎ、さらに輸血ビジネスでも稼いだのだ。戦争とは常に闇の勢力が仕掛けるビジネスなのである。しかしいつの世でも近視眼的で好戦的な愛国者たちにはその辛抱遠慮は全く目に入らない。戦争が加速させた血液ビジネス。 B 型 C 型肝炎、そしてエイズ。1980年代、さらに恐怖の病原体が出現した。エイズ HIV である。それは米軍が極秘に開発した生物兵器であった。エイズは軍部が人体実験を行った刑務所の囚人たちが釈放されると、ホモセクシュアルや麻薬針の使い回しなどで爆発的に感染を拡大させていった。当初、血液銀行側は自分たちの供給する血液が汚染されている可能性をなかなか認めようとしませんでした。多くの血液銀行は HIV の脅威に最初は懐疑的でした。ブルース・エヴァットは感染症について、それはまるで砂漠からふらりと現れた人が私は宇宙人を見たというようなものだった。皆は話は聞いたが信じなかった。エホバの証人サイトより。これはいかにも血液マフィアよりの発言だ。輸血ビジネスの表向きの目的と真の目的。医療機関の血液は輸送機関の石油に匹敵する。ペンシルバニア大学生命倫理センター所長 A. カプラン。表向きの目的は病気の人々を助けるためである。しかし本当の目的は感染症を蔓延させ発病させて病院と製薬会社の利益を助けるためなのだ。戦争の目的は国を救うためという。しかし真の目的は軍事産業を救うためなのだ。輸血と戦争、両者はいずれも地球を支配する巨大資本に資する点で共通している。吸血ビジネスは悪ことを知らない。GVHD より危険な副作用。発症メカニズムは未だ不明。我が身、我が子なら同意するか。さらに良心的な医者たちは輸血基準が一貫していない現状に驚きを隠さない。輸血は厳密に定義されていない医療行為だ。普遍的なガイドライン導入は難しい。ガブリエル・ペドロサ博士。輸血に適応症、禁忌、用法、用量。さらに使用方法などは医薬品添付文書を検証しても曖昧なままだ。つまり輸血するしないもどれだけ輸血するか、どこで止めるかも現場の医師の判断、裁量権に委ねられている。言い方を変えれば使い放題、打ち放題。そこにはどうぞ輸血しまくってください、たっぷり稼がせてくださいという血液マフィアの思惑が見えてくる。しかし医療現場で野放し無制限ほど恐ろしいことはない。輸血は生体組織の移植であり、軽々しく決定するものではない。それがもし自分や我が子だったら輸血に同意するだろうか。